だ。逆だいたい。これやろう。ほらほら。あれでこう胸取ってやよ。え、出るのか？こう胸取ってやよ。まあ、来るんだ。引けるものが出るでしょ。てって。はじめは引きで、こっちに飛び込む。終わった。あったし。はい、な、来る。ねえ、今、ハンマー撃てる。俺だけじゃ、俺だけじゃ、あいつ。はい、冒頭で見ていただいたうちの、まあ、悪魔クランのウルフ君が毎回、まあ、ブーマーを、まあ、1回の、まあ、ターンで2ダウンさせるっていう技を持ってるんですけど、ちょっとね、スーパーネコパンチさんっていう有名な配信者さんから、まあ、ぜひウルフ画面で見てみたいっていうようなことをですね、この前コメントした時におっしゃってたんで、ちょっと今回動画にしてみようかなって形になる。まあ、今回知らせシステムの攻略方法ということで、まあ、ウルフの2ダウンと、まあ、ハーフコートっていうシステムを今回採用してるんで、そのご説明をちょっとね、ちょっといつもと違った感じでご紹介したいと思います。よかったら動画の方ご覧になってください。私たちは愛という名のもと、親しみを込めてブラザーと呼び合っています。今日は長くなるんですけど、ブーマー戦の、まあ、僕らなりのですね、悪魔クランの、まあ、攻略の仕方みたいなものをちょっとご説明したいなと思いまして、で、まあ、今回こう、アナログで、自撮りして、ご説明したいなって思ってます。このペンでね。でまずブーマー戦なんですけど、真ん中に、みんなご存知だと思うんですけど、こう、なんつうの、センターポジションにですね、変な、柱があって、で、それを囲うように、こう、カウンターが、こう、ありますよね。こうやって。こんな感じね。で、ちょっとなんか、こんな感じになっちゃうんですけど、あれなんか、イメージと違う。こんな感じになっちゃうんですね。うん。で、これがテーブル。テーブル。ね。で、ここに、モニターがこう、あります。4つ。ね。大きい壁掛けの、柱掛けのモニターがあります。で、このモニターが、こう4つにこう、4分割されたデュアルモニターみたいな風になってて、各、こう、A、B、C、D かな。こんな感じでモニターで書いてあるんですよ、こう。全部。ABCD って。ちょっと順番忘れちゃったんです。ABCD って書いてあって。で、多分、1分半か2分ぐらい経つと、ちょっとそこら辺のギミックっていうのは、ギミック紹介の動画とかで、ちょっと話そうかなと。今回戦術ですね。うん、1分ぐらいか何分かごとに、ブーって なるんですけど、まあ、そのごとに A が、こう、光ったり A と C が光ったり、まあ、全部光ったりとかっていうのがブーマーの体力の削りパーセント具合で変わってくる。まあこれはポジショニングとしては、例えばね、1人例えば戦士の人が、まあ、ここら辺のに配置したとして、まあこれ僕の昔やってた人形なんですけど、ここら辺に配置して、まあどこでもいいんですけど、雑魚処理担当ですね。雑魚処理担当しながらこのモニターをチェックして、まあモニターに A って書かれたら、例えばここに A のパソコンがある、で B のパソコンがある、 C のパソコンがある、 D のパソコン、逆だったけど、まあちょっと1234で、まあここら辺のギミック書が適当に分かる人は分かる。戦術ですね、今日は。で、その人がモニターをこう確認して、やる役。モニターを確認してボタンを押しに行く係ね。
で、他の選手たちが、例えばこうね、雑魚処理班、こうやっているとします。こうやって。雑魚処理班が3人いたとする。まあ、4人でいいかな。とりあえず4人雑魚処理班がいて、この4人の振り分けで、まあ、ここら辺の、脇ポイントが、ここに扉があります。ここに扉があります。ここかな。ここに扉があります。ここに扉があります。ここブーマー出てくるところ、ね。で、ここに扉あります。はい。で、ここがタレットね。タ。で、ここはタレット。まあ、こうやって脇ポイントがあるんですよ。脇ポイントって限られてるんです。だから、雑魚処理班は、まあ、適当にここら辺で、こう、配置します。で、まあ、一人の人が前半戦ね、一個しかならないんで、一人で、一個しかならないときはもう全部一人で処理します。雑魚処理しながら。で、他の人が二つ押してってなったときに、じゃあ、A と B だしってなったら A をして、じゃあ B をしますっていう、こう最初にチーム決めといてください。雑魚処理の人はね、まあこれはボタン押しに関しては簡単なんでいいとします。はい。で、8人編成なんで、こう8人全部で使えますね。ちょっと待って、こんな感じ。この白いのがね、白いのがシラセにしますか。1,2,3,4,8 体。雑魚処理に5体。で、ボタン押しに、まあ、ボタン押しはまあ別に、ボタン押すときだけなんで、雑魚処理に5体。で、タレット、ブーマー相手にするタレットに1体って感じです。ブーマーがこれにしましょう。ちょっと強そうな。じゃあまずね、タレットを起動す打つ最初のタイミングでね、ノードがあって、ノード多分ここら辺にこういろいろ、こうここら辺かな、ちょっと場所忘れましたけど、壊さなきゃいけないのがいくつかあって、この辺かな、ちょっと忘れた。それを壊し、まずね、試合が始まったらそれ壊すと、まあ、敵が 出始めます。敵が出るのは、こういうところですね。あとここね。ここ。雑魚がこういっぱい出てきます。バーって。こう扉のところからいっぱい出てくるんで、この雑魚をみんなで処理するわけです。わかりづらいかな。ね、雑魚。ここら辺にも雑魚。ね。出てきます。で、最初そこら辺の雑魚を処理する しだすと、全部倒れると、全部倒れます。そしたら、ブーマーがこう現れるんで、ね、ブーマーとこう戦うわけですけど、まあ、これ、まあ、タレットを使って、ここにタレット係がこうしたりいて、ヘイト取る役がいて、で、雑魚処理しながらね、雑魚処理の班はこう置いときましょうか。こうで、ブーマーをこう引き連れて、ブーマーの背中にあるやつをタレットの方がこうバーってこう、打ってダウンさせて削るっていう方法なんで、ここまでって多分誰でも分かってると思うんですよね。で、ここで何が大変かっていうと、雑魚処理をするのが結構きつかったりするんですよ。こうやって中盤戦から結構こうやって厚く出てくるやつね、こう分厚くこうガッて出てきて、そいつらが結構ね攻撃力高くて大変なんですよ、こうやって。だからこのブーマーとタレット、ブーマーをタレットで倒すため の戦力が結構ね必要になってきて、8人ともうまくて8人とも火力あったら結構楽なんですけど、まあ、全部のパーティーがそうというわけじゃないじゃないですか。だから僕の場合は
あのタレットは1個しか使わないです。あの普通の戦略だとこのタレット2箇所ですね、このタレット2箇所をこう交互に、はいブーマ打ってダウン削った、じゃあヘイト取ってる目玉の人はこっちに移動してブーマーこっち移動させてこっちのタレットの人が打つダウンみたいな感じでやるんですけど、そうすると何が大変かっていうと、まあブーマーの移動が大変というよりも雑魚処理が大変になってくるんですよね。要するにこっちに移動するとこっちにいるやつも全部処理してないとこっちに移動してきたやつがやられちゃったりするんですよね、ヘイト取ってでダウンしちゃって、こいつが別のやつにヘイト行ったりとかして、あのうろうろして時間が惜しくなっちゃったり、そのまま全滅の危機になっちゃったりするんで、まあ知らせシステムとしてはもう片面しか使わない戦いなので、もうこここのラインですね、このラインからはもう出ない。ここに確かね椅子とかがあるんで、そこに配置して、まあ、2人ぐらい配置して、雑魚処理でしょ、で3人でブーマーをここにポジション取ります。で雑魚処理みたいな、雑魚処理ね、ここ開かないんで確か、だからこういう編成ですね。そうするとハーフコートになるんで、あのここら辺をあんまり、まあここら辺で位置して、あの打ちながらこっちの援護すぐ行ける状態にします。でこうすることによってメリットが2つあるのは、まあ全エリアの雑魚処理をしなくて済むんで、まあこっちの雑魚処理の分をこっちに避けるんで、こっちはよりねクリアな状態でこっちの敵の脇を封じやすくなることによってクリアな状態でこうブーマーと戦えるんですね。ただあの回転率で言ったらタレットしびれて使えなくなる時間あるんで回転率は下がるんですけど、生存率と、あともう一つですね、こっちのハーフコートに全キャラがこう集中してる状態になりますよね。なのであのブーマーがダウンした時に、はい倒れるよってブーマー背中打つよってなった時に、こっちにいる雑魚処理してた人たちが、雑魚処理回ってた人たちが一時的に全員こうブーマーの攻撃、ブーマーのヘッドを当てる攻撃にみんな参加することができるんです。こっちいるやつなんて別にこっちまですぐ走ってこないですから、ちょっとね手前側のここの脇だけ倒しとけばタレットに攻撃。ただ注意してほしいのは、こっから出てくるやつってあのここにいるタレットの子を狙うんで、ここのやつね、だからこれだけはもうあのここの距離からババーって打って一応倒しとくか制圧状態にするのを心がけてください。なので火力が低いメンバーとかでも8人でね全員ブーマー打てば、それなりに2ゲージぐらいはダメージ与えれたりするんで、よりあの戦いやすいと思います。で、まあ、それをね何回か繰り返せば、こっちに例えばあのブーマーの胸が回復して、回復した胸のマークがあるじゃないですか、あれを打つ人たちもちょっとブーマー逃げてるから打ってって、胸打ってって言えば一応駆けつけやすくなるんで、マタドール役の闘牛士役の3人のタレットチームがやりながらも周りから胸の援護射撃ができるみたいな編成です。だからブーマーに与える総火力が増えるのと、雑魚処理に回す分のあの選手の数が減るっていうのがあります。でもう一つなんですけど、ちょっとここからブーマーだけの説明になりますね。まずブーマーのヘイトを取る役で、タレットを打つ役で、背中ブーマー打ちました。こっから結構ね、もう一つ知らせシステムの肝なんですけど、ブーマーの背中打つとブーマー倒れるじゃないですか、一時的に倒れてしゃがむじゃないですか。でヘッドを打つ時間が数秒ある。で起き上がるじゃないですか。起き上がった後に何行動するかっていうと、タレットの方にこう振り向いてタレットを攻撃するんですよ。あのショックグレーみたいなビリビリのグレネード投げてタレットを一時的に使えなくするんですよ。なのでダウンしました、起き上がりました、起き上がって振り向きました、投げましたってなるんですね。であの立ち上がるまでは無敵なんですけど、
立ち上がった直後ってもうダメージ与えれる状態なんですよ、背中のバックパックが。だから立ち上がった時にこう正面から見た時に少しねバックパックがですねはみ出て見えるんですよ、こっちのタレット側から見ると。なのでタレット最初に打ち終わって背中を破壊して座りましたって段階で一回離れてタレットのクールダウンしとくんですよ。で起き上がるなってタイミングでまたインタラクトして、でこっちにあるバックパックね、本当になんか正面から見るとちょっと尖ってる部分とかにあのバックパック打つとエリートダメージモリモリのキャラクターがタレットについてその背中を打つとなんとですね2ダウンできるんですよ。倒れたブーマーが起き上がって振り向いてグレを投げる間までの間にバックパック打ちまくると2ダウンするんですよ。ってことは、まあ、1ダウン目で例えば2ゲージ削ったとして起き上がってグレのあーって2ダウンすると1ターンで4ゲージ削れるんですよ。一応これブーマー2ダウンシステムってやつですね。でこれは結構ねエリートダメージモリモリにしてタレット自体の攻撃力を上げるっていう戦法を使って、さらには振り向いた時にわずかに見えるここに当てるエイム力があれば2ダウンできるっていう話なんですよ。まあ、これがハーフコートでやる時の、利点ですね。まあ、仲間の削りに雑魚処理に回ってるメンバーがブーマーに攻撃に参加できるプラス、その雑魚処理をしなくてそのまま参加できるプラス、そっちのこっちにヘイトがいかなくなるためのこの壁役でもあり、まあ、実際に、まあ、ブーマーを倒した後の、まあ、2段この、まあ、3種類ですかね、3種類が、まあ、この知らせシステムの安定削り、しかも安定生存率の、まあ、やり方ですね。で本当のタイムアタック狙うんだったらスーパー火力プレイヤーが8人いてフルコートの削りをしっかりやって、あのワンダウンさせたタイミングで、ね、スーパープレイヤーはい削り終わりましたって、まあ、そろそろダウンするなってなった時にこうみんなで歩いてきてで打ちます、でボタンも押しますみたいなことを全プレイヤーができるんだったらいいですけど、一応これ全プレイヤーがそんなスーパーマンばっか揃ってないですっていう前提で話してますんで、もし手堅くクリアしたいのであればハーフコートで、まあ雑魚処理、雑魚処理ハーフコートによる雑魚処理をしなくていいのと、ブーマーにあの戦力をすぐ援護に行ける、あの8人でダウンしたブーマーにダメージを与えることができるみたいな一応戦術のお話でした。まあ2ダウンさせれるのが結構でかいんで、これはもうエリートダメージモリモリのキャラクターの方が、まあこうブーマーのヘイトを取ってタレット打ってっていう胸打ってっていう役目3人でやってるんですけど、3人で回してるんですね。まあこの人がヘイト取られたらこの人逃げて、今度はヘイト取ってない人がこう入ってって感じ。その3人はエリートダメージ結構持って、でバックパックを射抜けるエイム力があると非常に安定しますね。こっちの号令役ってのはどっちかっていうとサポート役で、今回のブーマー役に関してはジェネラルはこの3人なんで、こっちは兵隊ですね。雑魚処理してフィニッシャーに対してのディフェンダーミッドフィルダーで、こっちはもうフォワード、もう得点打つそのフォワードのキャプテンたちですね、うん。まあ、っていう形で、まあ、ブーマーの戦術ですね。たまにはこういうね実写の動画も面白いんじゃなかったっていうのを やらせてもらいましたけど、まあぜひ参考にしていただければというところです。ではまたお会いしましょう。バイ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 。どうもお疲れ様でした。ここで私からのお願いです。ではチャンネル登録ボタンをポチッと押していただいた後にベルマークの方もポチッと押してください。これでまた私とお会いできますね。ありがとうブラザー。